ジオ聞いてほしい。自分の仕事とか遊びとか、まあ、音楽とか韓国の K-POP 系好きで満タンの感じ。なんか人生今まで一番気まずくなった瞬間とか、なんか階段からこけたかな、渋谷で3階、そう、その3階4階からこけて、なんかめっちゃ気まずいかなと思って、無事で何もないふりで歩いて、まあ、めっちゃめっちゃ下出た。私はアーティストとか曲、バンタンテテが好きです。カラオケとかじゃなくてダンス踊れる男の子が好きです。今 DNA って歌があるんですけど、それが一番かっこいいなと思うので、AKB48 とか、なんかアイドルさんの話とかが盛り上がります。まあ私 NMB48 めっちゃ大好きで、すごいオタクしてます。白間みるちゃんですよくテレビとかで歌ってる曲とかじゃなくて、カップリング曲とかを知ってたらめっちゃ嬉しくて盛り上がります。でも全然限らないです。なんか同世代だったら昔流行った話、なんだろう、何流行ったかな、ポケモン私はルビサファ世代なんですけど、同年代だったらあんなことあったよねとかっていう思い出話。趣味の話、日常的な話、私は結構アイドルとか好きだったり、食べ物とかプライベートとかショッピングとかお酒とか、そういう感じで聞いてくれる人が好きだなと思います。聞いてほしいです。モンスターストライクです。そうですね、ランクは言うて150くらいなんですけど、覇者の塔を登り切りました。キャラクターの話や落舌や最近新しく出た敵を倒そうみたいな